こんばんは。今から、あちらのですね、グレールで買った服をコーディネートしてですね、ルックブックを撮っていきたいと思いますので、すいません、これしかなかったんですよね。はい、こういう感じの服が、はい。よろしければ最後までご覧ください。はい、では1着目はどれでしょうか。はい。こちらの田中みな実さんの服をちょっと合わせる下は何でしょうかな。はい、ルックブックを撮ったんですけど、撮った後に喋ったのが動画が撮れてなかったです。
だからもう一回喋ってます。終わりました、ルックブックいかがでしたでしょうかってセーターをもう何回も着たので暑くなって、今暖房入れてないんですけど、この半袖で今ちょうどいい部屋の具合になってるんですけど、どれも可愛かったなって思ったんですけど、私まだカメラのチェックをしてないので、とんでもないことになってる可能性があるんですけど、感覚としてはですね、感覚としてはどれも、はい、可愛かったんじゃないかなって思いました。紫色の服だけがちょっとぴったりめやったんですけど、あとはどれもゆったりと着れる感じで、最後の緑色のセーターですね、あれは本当に肌触りがとても良くて、一番肌触りが良かったです。でも中でなんかすごいチクチクして、なんか着にくいとかいうのはなかったですね。タートルのやつも柔らかい生地で着やすかったし、はい、とてもいい買い物ができたなと思いました。安いセーターのどこがいいかというと、クリーニングに出さなくていいところがいいですね。家の洗濯機の手洗い水流で洗えるところがいいと思います。じゃあこの6着のセーターを2月3月ぐらいまでちょっと寒いので着回してですね、アクセサリーやなんかその帽子とかかぶったりちょっとしながら、おしゃれを楽しんでいきたいなと思いましたね。はい、でグレールはですね、色の展開がすごい豊富なんですよね。でちょっと私色を間違えたのか、ちょっとそういう画面で見えたのかわからないんですけど、本当にたくさんのもまあ種類によってはないのもあるんですけど、でサイズの展開も多分 S と M と L ってあるんですよね。でセーターはまあフリーサイズとかもあるけれども、はい、なんかそのサイズ展開と色の展開が多いのが私にとってはすごく買いやすいですね。はい、お店によってはもうフリーサイズしかないボトムスパンツとか、フリーサイズしかないと私ちょっと窮屈なんで、体が横に広いから L サイズじゃないときついんで、若い人向けのようなデザインの服はまあそんなに着るとちょっとやっぱり似合わないと思うんですけど、その私が今日着た普通の形の普通のセーターやったら本当にもう年齢問わず着られると思うので、はい、私はちょっとこれからも安いグレールに注目していきたいなと思いましたね。はい、まあ、たまにはもちろんお店に行ってちゃんと試着して買いたい時もあるんですけれども、やっぱりどうしても安い服をたくさんの方が私はいいんで、はい、久しぶりに買いましたね。はい、でこれで私も動画でですね、いつも同じような服を着てなくて、一個ずつ着ていきますので、はい、でも部屋の中でセーター着るとまあまあ暑くなるんですよね。アウターなんですけど、今日2つアウター着たんですけど、だいたいあれをずっと着回してます。カジュアルに着るときと、まあ、ちょっとだけエレガントに着るとき の2種類を着回してます。はい、そんな感じです。でバッグと靴なんですけど、バッグは私チャールズ&キースっていうところで白のバッグと黒のバッグを買ったんですけど、まあ、結構ちょっと前に。であと靴はもうオリエンタルトラフィックですね。すみません、靴があんなになってるんですけど、で大体冬はもうやっぱりブーツが暖かいので、白のブーツと黒のブーツが2つあればもうこれで十分かなって思いました。あとスニーカーですね。私は結構スニーカーが好きなんで、はい、ちょっともう背景がなんかガチャガチャしててすみません。はい、これからもおしゃれを楽しんでいきたいと思いますので、また皆さんに紹介できるものがあったら紹介しますね。また見てください。はい、では今日も最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。